ご視聴ありがとうございます。毎週水曜日恒例のコメント紹介のコーナーです。1週間のご無沙汰でした。いかがお過ごしでしょうか？まあ、東京地方はですね。このところ連日まあ雨が降ったり、時にはゲリラ豪雨になったり雷が鳴ったり、目黒川の方ではなんか危険水域に達したというようなニュースも入ってきておりますし。 東京はまだまだ軽い方で台風が直撃した南の南西の方の方ですねこちらは相当大変なんじゃないかと思いますけれどもいかがでしょうかまあ私の勝手な思い込みで言うとですねなんとなくですよこれは炎上しないでくださいよ。昭和のまあ終わり頃にですね まあ、東京都の各国河川管理センターみたいなのができてそこには何人かの署員が勤めている中でこういう雨が続き、まあ、河川の水量が増えたりすると、まあ、そのセンターの部長だか課長だかみたいな人が危険水域に達しているようだから水門12を開きこの河川の水を分散させるようにという、まあ、指令を出すとですね係員のオペレーターが ポン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 とこう何個かキーボードを操作してですね第1水門および第2水門を開きましたがまだ水位は上昇の模様ですというとまた課長ぐらいの人が「よしそれでは第3第4水門も開け様子を報告せよ」と言われてまたオペレーターがポン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 とやると第3水門第4水門を開きました水位はみるみる下降していきます。まもなく 安全水域に入りますよしこれで万事解決だというようなことでですね2人ぐらいの書員のやり取りであっという間に事態が解決してしまうのが、まあ、昭和の終わりぐらいの頃かなそしてそれからまたさらに進んでそれらは全て自動制御になり まあ水水がが上がったら水門を開くという、このことが全てコンピューターによって管理されているというようなことでまあ令和の時代を迎えたんじゃないかなと思っていたんですけれどもなんかどうやら全くそうではないらしいですね残念ながら。こんなこと言うと関係者の方に怒られてしまうかもしれませんけれども何しろ人類が月へ行く時代そして何光年も先の ほんの小さな小惑星のところまで行った探査機がそこでなんか採集してデータを地球に持ち帰ってくるというようなまあ高度な科学文明の世の中ですから川の水雨で増水危険区域なそんなことがまだあるのかなと思うのは私だけなんでしょうか。まあ、それを考えたららら200年ぐらい先の人の人人未来から 見るとですね、200年前はなんかコロナというのが流行ってみんなマスクをして外に出ないようにして食事中はなんかこう透明な板を仕切りにしてそれで防いでいたそうだよとかっていうのが、まあ、笑い話になっているんじゃないかと思ったりもしていますけれども我々から見ると100年前ぐらいの例えば空襲の時に朝に 梅干しを食べると爆弾に当たらないそうだよとかっていうのがなんか当時の人は真剣だったけど今聞くと笑い話にしかならないような感じなのかなと思ったりもしますけれどもまあ2,000年前4,000年前の砂漠の中の海のような大河川が毎年氾濫してというなら分かりますけれども目黒川って何回も行きましたけどまあ桜が咲いてるすごく まあ美しい川なんですけれども雨で増水そうなんですかねまだまだ人類の科学レベルはそんなとこなんでしょうかというちょっとびっくりな話題でえお願いですからこれはそしてまあこの天候不順以外のニュースだと今特に世の中を騒がしているのは国葬。 の是非をめぐる問題でしょうかね、まあ、その原因となった銃撃事件に関する報道はこのところほとんどなくなりその余波としてその国葬云々のことが残っているようなんですけれども、まあ、もう一つ特に気になっていた事件の、まあ、銀座の性加害トラブルですか、まあ、いろんな言い方をされていたようなんですけれども、まあ、その報道もだいぶ下火になってきましたがなおかつバッシングは 相変わらずで本当に「代わりはいくらでもいる」とかもうちょっと言い方ありそうなもんですけれども本当この週刊誌とかマスコミはですねおそらくまあ上昇気運の時には「飛ぶ鳥を落とす勢いですね」とか散々お世辞を言っていたのがもう落ち目になると途端に手のひらを返したように「これでもか」というような罵詈雑言というかあんまりにも あんまりですよ、ね、もうほんと言いたい放題で、まあ、伝統演劇の方へ行けばいいとか他の国へ行けばいいとか代役として何々が決まったとかそんなニュースばっかりで本当に何かここまで言うとまあお気の毒というかですねその載せ方とか写真の選び方も本当に何か悪意に満ちているなと思ったりもしています。まあ、この2つのつ事件でですね まあ、関連性は全くないんですけれども、えー、ふと気づくとですね、まあ、私の見方はいつもそういう感じで見るわけなんですけれどもこの人たちを誰か止めてあげる人いなかったのかなと思ったりしてますねまあ先生だったり友達だったり、まあ、家族には2人とも本当に恵まれていなかったようなんですけれども特に父親の不在 そしてまあ母親の不在まあ家族がまあ全てというわけではないんですけどもやはり普段暮らしている家族との関係でまあ救われたりそのためにまあ我慢したり他の方法を考えたりっていう一つの安全装置には家族なっていると思いますしまたその家族との培われた絆によって 他の人との人間関係も血がつながっていない人との間でもそういう家族的な関係になれたりしてそのことが救いになったりするということも大いにあるかなと思ったりしていますまあ、そんな気持ちでいろいろ仕事をしていたらですね今ちょうど吉川英治の新書大公記というののま編集をしているんですけれどもその中でまだまだ秀吉が 若い頃駆け出しの頃ペーぺーだった頃信長の下で、まあ、身分は低いながらも才能のひらめきを徐々に見せ始めて頭角を現していくという一番まあ輝いていた青春時代ですねその頃のところを今編集しているんですけれどもその中のワンシーンで、まあ、秀吉が苦労に苦労を重ねて命がけの方向をして そのことがうまくいって、信長にも認められ一国一城の主についになりかけたという、まあ、若い時代の成功のシーンがあるんですけれどもそのことを、まあ、母親に手紙で知らせたところその手紙を読んだ母親が、まあ、子供の苦労はあまりよく詳しくは分かっていないんですけれども本当にあのバカ息子が。 ようやく、まあ、誰かに目をかけていただけてよかったでもこのことで、まあ、調子に乗って踏み外すようなことがなければいいがというような、まあ、母親らしい温かい名指しでその、まあ、息子の手紙を読むというようなワンシーンがあるんですけれどもあちょっとここで入れてみましょうか。今しがたのまたから御書面が参りました。 ほう、あの子から。えけれど今日は母上へのおはてなはなく私へだけ参りましたどちらでもいいして相変わらず無事かここを久しゅう頼りがなかったのは身のよりお引き揚げのためであったのうさようでござりまするついてはこの度はもう一条の主と許され。 領地も五万石ほどはあり、なお馬印までご主君より賜ったからには、もう母上様をおそばに迎えてもよいように考えるから、そなたからお勧めして、ぜひ近日中にすのまた城へお移り遊ばすように。そう細々と私へお申し付けのお手紙でございまする。ほう、それはめでたい。 あの子の子どこが殿様のお気に召してやら夢のような出世ではあるが図に乗って踏み外してくれねばよいがこの吉次を聞けば聞くでその吉次の儚かなく終わらぬように親心はまたそれを案じるのであったむつまじく畑に並んだ老母と嫁の手にもがれたナスは七つ と二重といつか籠をルリ色に埋めたはいというようなこれは吉川英治作新書大公記のワンシーンになりますなんかこれまさにおかかっていうイメージですねいくつになってもまあ、子供は子供を母として案ずるというようなまあ、昭和の母というか日本の母というかですね こういう人が身近にいたらまあ犯罪というのも少しは減るんじゃないかと思ったりもしていますけれどもいかがでしょうかということでまたまた枕が長くなってしまいましたがここからそろそろ本題に入りたいと思います。ま、え、ま、ー、まずはは久々に先週のこののこココーナーナへのコメントからご紹介しますす、えー、つついいただいておりますが1つは、えー、自分と 企画対象として他人の不幸を覗き見ることにかすかな喜びを感じる番組がワイドショー必要なししの番組とといいいううコメントをいただきままありがとうございますあワイドショーテレビは私見ないもんですからわからないんですが、まあ、ワイドショーだけじゃなくて本当になんかネットニュースなんか見ても本当に。 人に対する見方が、なんかどうなんだろう、これっていうようなのがたくさんありますね。とても残念です。それからもう一つのコメント。子供の頃、目の検査で刺されたものが上か下か、右か左かを答えなければならないのを、魚の絵だったので、魚と答えてしまったことを覚えています。その頃は、右がどっちで左がどっちかも、 わからない年齢だったよくもまあそんなつまらないことをいつまでも覚えているもんだと自分ながら笑ってしまいますというコメントをいただきましたありがとうございますこれは先週色弱検査の話をした流れでしょうかまあ色弱検査あれだけ言ったんですがまだまだ時々見かけますね届いていないんでしょうかなんかこういう声を届かせる方法って やはりツイッターとかでつぶやくとなんでしょうか、ね、でもまあ思わずつぶやいたことがものすごく大きく取り上げられたりして本人は驚いてるんじゃないかというようなことも最近時々ありますけれどもまあそしてこの目の検査右左分からず魚と答えたというのはこれは小学校1年生ぐらいのエピソードでしょうかとてもかわいい笑ましいエピソード。 ですね、なんか最近私目の検査やると上とか下とか右とか左とか言わないでなんか指さしてこっちとかあっちとかっていうのが普通かなと思ったりしたんですが右左で言う私もなんかその「魚かっていうのを言ったような覚えもなんかほんのりしたりしていますけれどもまあ幼き日のエピソードは本当によく 頭から離れないで覚えていることもあるしというような印象ですねコメントありがとうございます、えー、以上これは9月14日先週のこのコーナーへのコメントを2つご紹介いたしましたありがとうございます、えー、続きましてはベストテンですね、えー、チャンネルは DD 朗読園という今新しく最も力を入れておりますチャンネルのベストテンからです 第10位野村古道作銭形平次「鳥物控え」より「地獄から来た男」9位同じく銭形平次「金星の負」8位同じく銭形平次で「欄干の死骸」7位同じく銭形平次で「遅めの嘆き」6位同じく銭形平次で「江戸阿望宮」5位同じく銭形平次 雪の夜4位これは銭形平治ではなく野村古道のもう一つのシリーズ「池田大輔光明帳」より「南蛮手品」そして3位は再び「銭形平治」で「二本の脇差」しそして2位が「山本周五郎作」「青べ家物語」より「おしげ」そして「DD 朗読園」の第1位は「銭形平治」で「 白紙の恐怖ということで DD 朗読園のチャンネルのベスト10のうち10作が野村小道作1本は池田大輔光明町よりになりますが9作が野村小道作で山本周五郎の「おしげ」が2位に入りましたということでベスト10でございます。 メストテン県外を見てみますとやはり銭形平治剛で「辻斬り気団吹矢の紅土への愛着鉄砲汁どんど焼き女の足跡蝉丸の香路、受難の通人と来て」ときてここで山本周五郎の「うぐいす」再び銭形平治で「花との術」。 思想の女金の恋そして菊池寛の大衆明治史総集編の「一」それから山本周五郎で怒らぬ慶之助え再び銭形平次で人形の誘惑山本周五郎の修風連秋風の恋え銭形平次で玉の腰の呪い買った衣装山本周五郎の火の杯 銭形平次で百四十四夜「不死の霊薬北名の魚」「小歌おまさ双子の呪い」えー「周五郎」で「名は絵子読み」えー「銭形平次」「巨頭帰る」「百物語」「金の茶釜」「周五郎」で「怒る新一郎」ゼニガタ平で「で綾吉殺し十七の娘」「生き仏」 し娘二人浜路黒い巾着兵糧眼碑文光真横丁、えー、山本周五郎の熊野灘そして銭形平次、塩木場の花嫁とまあ五十位まで見てもほとんど銭形平次、時々周五郎菊池寛といったような五十位までになります。 今入っております「菊池寛の大衆明治史」はですねえごく最近その城の巻の第五編になります西南戦争の間が最近出ましたそしてこのあと三菱の勃興という章がありさらに14年の政変や自由党改新党のことなど を経て次第に戦争に向かっていく時代に突入していくという菊池菅の大衆明治史シリーズでなおも継続中になります。そしてまあ銭形平治のシリーズと周五郎の短編そして「火の杯長編」。 それから、吉川英治の大谷業部という、これもいい作品ですけれども、また、ネズミ小僧を扱ったジロキチゴシという作品も、最近アップしております。それから、新書大公記のシリーズも継続中です。それから、森本香織の舞台行曲、女の一生のシリーズ、現在2幕目まで出しておりますが、 この後最後に向かって継続していく予定ですはい、それでは続きましては作品ごとのコメント紹介ということでお知らせしたいと思います、えー、まずご紹介いたしますのはこれは DD 朗読園の方から、えー、作品は吉川英治の次郎吉号氏という作品へのコメントです朗読拝聴目の前に映像となってはっきりと 動いて、て広がっていく。今この年に感謝次郎吉の男前にしびれる。ということでコメントありがとうございましたこの次郎吉号氏は昭和6年1931年に発表された作品ですがその年に日活の方で映画化されているようです。主演は、大高伝二郎ということでまあこの映画私は見てないんですけれどぜひ、見てみたい。 まあ、このコメントにあるような男前に痺れるということになるかどうかは奥内伝次郎ですからちょっと分かりませんけれども、まあ、私が痺れましたのはですね作者吉川英のの筆の冴えですね、まあ、このコメントにあるようにこう目の前に浮かぶような描写出力素晴らしいですね。まあ、この他にも吉川英二作品大谷行部という これまたとてもいい作品ですがそちらの方も読んでおりますのでまたお聴きいただいてコメントいただければと思います。郎吉というネズミ小僧次郎吉を扱った吉川英治作品へのコメントありがとうございます。えー、続きましては「北名の魚」という野村小道の銭形平次作品へのコメント。そういえば平次さんあるがままですね。 余計な金は使い道に困るからいらないみたいなというコメントをいただきましてありがとうございますまあ、よくこのシリーズの中にはこういったような平治のまあ哲学ですねえどっこらしい欲のない,い,い哲学がまあ語られたり書かれたりしていますけれどもそういったところもやはりこの銭形平治シリーズを支える魅力の一つじゃないかなというふうに思います コメントありがとうございます、えー、それから次は「夏目漱石の甲府」という作品へのコメント、えー。声から想像してた顔という短いコメントをいただきました。これは朗読者私のことでしょうか。最初にちょっとだけ顔を出しておりますけれどもこれはあくまでも YouTube 運営対策ということでやむなく出しておりますので。 あまりお気になさらずようにお願いしますコメントありがとうございますまあこの甲府というのは夏瞑想石作品数ある中で最も地味じゃないかと言えるような作品ですがまあ、5回に分けて総集編ということでまとめ上げておりますコメントありがとうございます、えー、続きましてはチャンネル変わりまして朗読新刊にいただきましたコメントから 作品は山本修五郎の並木菓子という作品ですコメントです初めから最後まで小煩悩の手筋には泣かされるおっちゃん手をつないでもいい長吉は大きく開いた心の空白を埋めようと手次の手を必死で握ったいじらしい長吉に泣いたというコメントをいただきましたありがとうございますこの、まあ、下町情緒もありますし この他人同士のまおじさんと子供の交流という、こういうのを描かせたら、本当にこの作者、絶品ですね。それが現れた、並木菓子という作品です。コメントありがとうございます。続きましては、チャンネル変わりまして、イグサチャンネル、最近復活いたしましたが、柳橋物語という大長編、 6時間に及ぶ大長編ですが、コメントいただいております。朗読すごく良かったね。大好きです。というコメントありがとうございます。それからもう一つ、私も大ファンです。とても落ち着いた語り口とお声とがしっくりとしていて、ドラマの映像まで浮かんできますね。本当にありがとうございます。というコメントをいただきました。どうもありがとうございます。しばらくイグサチャンネル 休んでおりましたがこの柳橋物語あたりから再び復活ということで進めていきたいと思いますコメントありがとうございますえ同じイグサチャンネルのこれは種田三頭歌九州草木刀より八の子と現代音楽とのコラボというところにいただいたコメント聞いても聞いても三頭歌いいですね というコメントをいただいておりますどうもありがとうございますこの八の子の他にもこのイグラスチャンネルの方ではいくつか三等科の句集をご紹介していますしこの後は DD 朗読園の方でも三等科の駆襲読んでいきたいと思いますコメントどうもありがとうございます、えー、それからこれは山本周五郎の梅月代という作品へのコメント物資の本文とは 理不尽は許さないその本文を通すためにすべてを捨てた高尾希千之助は別のかけがえのないものを拾ったかというコメントいただきましたありがとうございます内容についてはネタバレを含むなどであまり触れませんがこれもとてもいい作品です修五郎の梅月代という作品にいただきましたコメントありがとうございます それから同じく山本周五郎作品で「季節のない町」というシリーズの中のこれは「町へ行く電車」にいただいたコメント「天ぷら屋」という油を扱う店なのにその天ぷら屋を営むお国さんの髪が油気のない髪っていうのがおかしくて笑ってしまった。六ちゃんの電車バカは幼少期にそういうい 電車ののの整備などの現場を見て強く印象に残ったのだろう。異常ではないが現代なら何らかの病名がつくのかもしれない」「マリー・モロー原作の映画『レインマンに出てくる男』のような自閉症なのかも」「母は四六時中こう思いその子がまたその母を思うその姿に泣けてくる」というコメントをいただきましてありがとうございます。 まあこの作品は映画にもなりましたし非常によく知られている作品ですがこの作品も含めてこの「季節のない街」というシリーズまあ当時の現代,現代ものなんですけれども世相の中の人間模様を非常に温かい目で見つめて書き込んだ作品です。コメントどううもありがとうございますえ同じ 季節のない街のシリーズでハンスケと猫という作品にもコメントいただいております人間も虎のように生きたらなんと頼もしいことか三日も飼うと恩を忘れない犬と猫の勘違いが爆笑うもというコメントをいただきましてありがとうございます、まあ、山本修五郎という作者はこういうまあユーモラスにあふれた作品を書かしてもまた 絶品というようなところもありますけれどもそういう点がこの「季節のない街」というシリーズには随所に生かされていると思います。コメントありがとうございます、えー、続きましてはチャンネル変わりまして「勇なチャンネル」に頂い,いたコメント作品は山本周五郎の「足軽暴行という作品へのコメントです。屋のののおじいさんの朝車の話 ごくありふれた当然の話ではあり、名言というものではない。しかし、登録にとっては、それは、それは、頭をガンガン打つような名言とも言える言葉だった。朗読の爺さんの声、味があっていいですね。胸にジーンと染み渡ってきます。というコメントいただきました。どうもありがとうございます。周、えー、五郎の足がある暴行という、これまた、 いい作品です。コメントありがとうございます。えー、それからこれはイオギチャンネルにいただきましたコメントで作品は耳から味わう俳句松尾芭蕉の冬の俳句を読むというシリーズにいただいたコメント朗読のみならず解説も良いのです。自分にとって特に 塩台のそれがイメージがかなり膨らみましたありがとうございましたというコメントいただきましたどうもありがとうございます、えー、この松尾芭蕉の俳句を読むシリーズ毎回3種ぐらいを取り上げて解説したものですその中に今冬の塩台の句もあってそれがとても印象的私もとても印象的でしたまあ、俳句を読むというシリーズ これからも DD 朗読園の方でも続けていきたいと思います。コメントどうもありがとうございます。ということでだいぶ早足にご紹介していきましたがまあ、この他にも読み切れていないコメントたくさんいただいております。どうもありがとうございます。まあ、この形での紹介の方はこれまでということであとは随時返信申し上げていきたいと思います。ということで、えー、だいぶ 今日は気温も下がってきて、まあ、雨もしょぼしょぼ続いているようなんですけれども今は静かな秋の夜といったような風情になっておりますす風風ののの方もだいぶ止ままったたよよううででががここれかかかからまたどにになるる台風の進路が気にかかるところです。ということで今回はこれまでということでまた来週の水曜日にお届けしたいと思っております。 まあ、コロナの方もですねまだまだいろんなところに影響が出て公演中止になったり延期になったりも出ているようですので、えー、お気をつけてお健やかにお過ごしください。それではまたどうもありがとうございました。